藤原松三郎は日本の数学者、数学史や第二次世界大戦前において90編の大文論文を表し世界数学者会議で2度の学術講演を行うなど当時の日本の数学界を代表する数学者でありまた日本数学史、中国数学史、朝鮮数学史をカバーする和漢数学史家としても大きな業績を残した 特に8000枚という膨大な意向、日本数学史は、明治前日本数学史、前後館としてまとめられ、現在においても和算史を研究する上で最も、重要かつ基本的な文献となっている。1911年、東北帝国大学に、数学科が設置されると、30歳で教授に就任。この時、主任教授に林一、林助手には後に、 数学史家となる小倉金之助がいた。藤原には解析学を中心に多くの論文があるが、日本語の著作として、大数学第1、2巻、微分析文学第1、2巻は、長く各大学で教科書、参考書として使われた。また、常微分方程式論は、日本で最初の常微分方程式の著作である。東北大学で、 藤原の教えを受けた者には、経済学やゲーム理論において、頻繁に使われる、角屋の不動転定理で有名な角谷静を、数学教育で著名な東山慶がいる。また、東北大学は、戦前期に、女子学生、外国人学生の入学を許可した、ケウの大学であり、ある女性数学者の階層の著者である、森本春江、中国の西洋数学研究の礎を築いた、 陳剣伊沢らも藤原の訓導を受けた数学者である。純粋数学の研究者であった藤原が数学史の研究を始めたのは同僚である林鶴一が旧姓による。林鶴一は日本初の国際数学雑誌である東北数学雑誌を指揮で創刊した純粋数学の研究者であったが晩年には和山史の研究に力を注ぎ2000ページを超える。 和産研究収録上下官を上司していた。林が残した研究と彼が集めた膨大な和産書資料を前に、藤原は以後、和漢数学史研究に没頭することを決意する。この経緯については藤原による、林鶴一君を、奥府、林鶴一君の業績、林鶴一博士商伝、世の和産史研究などに詳しい。ありがとうございます。